じゃあね、静止電位のね、発生する仕組みについて見てみましょうね。これが軸索ね、軸索。で、軸索の内側、外側。軸索の膜上にはナトリウムポンプっていうタンパク質が埋め込まれていて、ナトリウムポンプっていうタンパク質が埋め込まれていて、でこいつの働きは、知ってる人もいるかもしれないけど、ATP を使って、ATP をこう分解して、ADP とリン酸にして、で、ナトリウムを外に、で、カリウムを内側に運び込む、タンパク質なんですよ。で、あのポンプみたいにエネルギー使って、こうワスワスでブーストを運ぶタンパク質なんですよ。で、これじゃあ、これの他に、カリウムチャンネルってのもあって、チャネルはこれ通路みたいなもんです。通路みたいなもん。カリウムイオンだけが通れる通路みたいなもので、カリウムがさ、これ内側に増えてくじゃん、いっぱい。で、そうするとなんか男ばっかりいる合コンみたいな感じで、カリウムはなるべくこう均等に拡散したいんですよ。均等に拡散したいなと思ってるところにカリウムチャネルがあるもんだから、あ、ここから出れるんだってカリウムは出てくるね。ナトリウムはこれ通れないんだよ。ナトリウムは通れない。だからなかなかナトリウムは内側に、ね、入り込めなくて、こんな風に外の方がなんとなくイオンが多い、内側は少ない。これが膜電位、静止電位の正体で、外側の方が内側よりもプラスだよね。で、内側は外に内側にもプラスイオンがあるんだけど、外に比べればマイナスだよね。ね、外に比べれば、外と比べればマイナスだよね。で、これが静止電位なんですね。膜の外と膜の内側でこうプラスマイナスの差ができてる、ね、僕らはじゃあ、ね、まとめると、僕らはわざわざエネルギーを使ってこの静止電位、この電位差を生み出してるんですね。やっぱり興奮するってことはさ、何にもない静止状態がなきゃうおーって興奮したことにならないじゃん。だから僕らはこう興奮と静止時を区別するためにエネルギーを使って静止状態を維持してるんですね。活動電位はどうかっていうと、こいつらとは関わりが薄くて閉じてる、チャンネルが。あ、何君、カリウムチャンネルじゃなくて今回はナトリウムチャネル、ナトリウムの通路だね。だけど見て、閉じてる。なんか意味深だね。なんか RPG の裏面みたいな人、かっこいいね。なんか閉じてる。え、ナトリウムチャネルもあんの。だけど閉じてるよって。さらにカリウムチャネル、あれ、同じカリウムチャネルだけどお前は開いてないのって。閉じてるんですね。こいつらちょっと意味深だよね。こういうふうに普段は閉じてるチャンネルは電位依存性のチャンネルなんて呼ばれたりもしますよ。電位依存性のナトリウムチャンネル、電位依存性のカリウムチャンネルなんて呼ばれたりします、ね、こいつらの働きで実は活動電位って生じるんだね。じゃあ次の動画では活動電位についてちょっと見てみましょうね。